データベースセンターでスタッフをしております坂東明日香と申します。私は実はこの4月から統合データベースセンターの方に赴任したばかりでちょうど半年経つんですけども、3月までは阪大の連携大学院先の JT 生命史研究館って高槻にあるんですけども、そこのサイエンスコミュニケーション&プロダクションセクターというその実験ではなくて生命科学のその情報論文以外の形でどのように表現したらいいかということを修士の頃から取り組んでまいりました。でその流れで4月からはこちらに赴任しまして、生物種にフォーカスして日本の研究の報告書の分類を主に普段は行っております。で今日はそれとはちょっと同じ生物種にフォーカスしてるんですけども、研究報告書ではなくて画像ですね、生物アイコンという生物種の画像レポジトリサイトの紹介をさせていただきます。で生物アイコンは DBCLS で提供しているサービスの中では割と新しいものなんですけども、ちょうど今週ヘルプサイトを開設しましてリニューアルしたということと、実は今研究者の方から実際の生物種の写真を随時募集しておりますので、ぜひこの機会にご興味を持っていただけたらと思います。でパワーポイントで説明していきますけど、掲載する URL は先ほどのブルーの moddb の私の生物アイコンのところに URL を全部書いてますので、もしちょっと見づらかったらそちらの方も参考にしていただけたらと思います。始めさせていただきます。で生物アイコンというのはこのようにちょうどマウスの絵を見ていただければいいと思うんですけど、生物種の写真をもとに作成した画像アイコンのレポジトリサイトになっています。でマウス の絵ですね、あれは大きさやデザインをその自分でそのまま使っていただいてもいいんですけども、編集したりして資料作成などに自由に活用していただけるものになっています。で現在このように細菌から動植物まで206種のアイコンを収録しています。さらに最近ではこのメダカとかヒメギボシムシのようなアイコンの元写真となったアイコン作成するときに利用した写真そのものの公開配布も開始しています。で実際に生物アイコンのページへのたどり方なんですけども、統合ホームページに行っていただいてトップの左上のポータルの中に生物アイコンがあるので、もう皆さんすぐたどれるかと思います。それをクリックしていただくとこのようなトップページが出てくると思います。今日はこのサイトに関してのお話になります。で流れなんですけども、生物アイコン非常に視覚的に分かりやすいというか、そういうサイトになってますので、生物アイコン全体をまず眺めていただいて、実際にどういうものなのかというのを大体把握していただいてから、なぜ DBCLS でこのような開発を行っているのかという狙いと想定される活用例と実際の利用事例を見ていただこうと思います。で最後に実際に皆さんに生物アイコンじゃあどうやって使ったらいいんだろうということを手順をご説明します。そしてその後に簡単ですけど生物アイコンへのお誘いということで写真募集のお知らせをさせていただきたいと思います。生物アイコンの全体像なんですけども、トップページの左側に分類という階層ビューがあるかと思います。皆さんご興味のある分類群を一つ選んでいただきますと、その分類群に含まれている生物アイコンがこのように中央にバッと表示されると思います。でこの中央からその目的の生物アイコンを探してクリックして選択していただくと、右側にそのアイコンのページが表示されます。でこのページからその生物アイコンの例えば学名だったりそのタキソノミ情報だったりというものを調べたり、実際アイコンそのものをここから取得することができる、こういうページになってます。じゃあこのようなサイトというかサービスを DBCLS で提供している狙いって何なんだろうということなんですけども、皆さんもご存知の通りそのゲノム改良ですとかその測定技術が非常に発展するに伴って自分のラボで飼っているモデル生物に限らずさまざまな生物種のデータと日常からその関わり合わなければならないような時代に今なっていると思います。でそういう時に実際にこのデータベースを調べたいんだけども自分が普段触れたことのない学名がたくさん氾濫していてどの生物種なのかにわかにわからないですとか
データとしては解析対象としてるんだけども、自分のラボで飼育してるわけではないので、そのプレゼンの時にその紹介する時に有効な画像とか写真がないというような状況、由来生物種についてもともと理解したり表現するっていう時に画像が有効であるっていうことはその当たり前のようなことだったんですけども、その重要性が再認識されるようなことがあるのではないかと思います。で、自分ではじゃあ持っていないのでウェブ上で画像をじゃあ取得しようかと思っても、その見つかったはいいんだけどもウェブごとに掲載の方針がバラバラで、組み合わせて使ったりそういうことしていいんだろうかっていうように不安に思いながら使っていたりですとか、もう利用許諾の説明そのものがないので、もうこれは無断使用になってしまうんじゃないかということで諦めるっていうようなことが起きているんじゃないかと思います。そこでその研究情報の共有のために安心して使えるその種の形態を表す画像のレポジトリサイトというものの提供を目指そうじゃないかということです。じゃあそのために何が必要なのかということなんですけども、レポジトリサイトでその公開している作品、ここではアイコンに相当するんですけども、その作品の利用許諾をしっかりと明確にしてユーザーの皆さんに提示しなければならないと。そこで生物アイコンだけではなくて DBCS 全体で採用しているんですけども、クリエイティブコモンズライセンスというものをのもとにそのライセンス表示を行っています。で、おそらくあまり馴染みのない言葉だと思うんですけども、そのクリエイティブコモンズライセンスというのは、ここにクリエイティブコモンズライセンスとは何ですかという、実際にホームページから抜粋で掲載してますけども、作品をインターネット上に載せるその現著作者が自分の著作権の侵害っていうことはない、著作権は維持しつつだけどより自由な形で営利目的じゃなければ使っていいよとか、複製だったら全然してもいいよというように、どのような利用許諾をそのデータを見るユーザーの側に許可しているのかということを、このように4つのアイコンの組み合わせによって自由にライセンスを自分で作ってホームページ上に貼るということができる、その仕組みルールですねをやろうという活動をクリエイティブコモンズと言います。で、生物アイコンの場合はそのページの一番左の下のところに生物アイコンで採用しているクリエイティブコモンズライセンスが表示されています。で、 CC BY BY というのは日本語で表示なんですけどもを採用しています。その右側 の、 リンクを押していただくとこのようなページが出ると思うんですけども、これが実際にその CC BY というライセンスの下ではどのようなことをユーザーが行っていいのかということを簡単に説明しています。で、ようやく簡単に言いますと、生物アイコンでは現著作者のクレジットを表示する限りにおいては自由に作品の複製や配布、公開ですね、またそれを加工したりする二次著作物を作成して公開するということが可能ですよということを明確に示しています。で、このような生物アイコンのようなサービスが浸透すればどのようなことが実現されるのかということで、いくつか例をご紹介します。まずウェブ編で、これは NCBI のタクソノミーブラウザーというデータベースなんですけども、このようにそのデータベース上にホームページ上に夜の学名がこうついてはいるんだけども、もし NCBI のスタッフが生物アイコンを使ってくれたら、こういうふうに実際に学名が表す生き物がどのようなものなのかというのがこんなふうに直感的に把握できるんじゃないだろうかですね。紙媒体のプレゼン資料なんかにもよくこういう系統関係、分類群ごとの系統関係、系統樹とか出ると思うんですけども、なんか分類群ごとの系統関係を議論してるっていうのはなんかわかるんだけど、各群のそのなんかそこに代表的な種のアイコンでもこうついていたら、遠くの席に座ってもなんかどういう議論してるのかについていけるし、このように実際に CC BY というライセンスのもとのクレジットっていうものをつけてますので、安心してその講義の後に資料としてもウェブ上ですとかプリント配布っていうことが安心してできるっていうのがその想定される活用例
です。で、実際に DBC レスの当センターで提供しているデータベースにすでに生物アイコンというのを使っているものがありますので、利用事例として一つ紹介します。これは後で別のスタッフが紹介すると思いますけども、遺伝子発現バンク目次 GEO 目次というデータベースがあります。もし余裕がありましたら実際に URL を叩いていっていただくと分かると思うんですけども、これはトップページから哺乳類を選択したところですけども、実際のその GEO に登録されているエントリーにはそのサイエンティフィックネームだけが登録することになっているので、本来ならば学名になるはずなんですけども、それを生物アイコンに置き換えることによってこれどのような生き物なのかというのが直感的に分かると。さらにこれはちょっと別のサービスなんですけど、メタ受賞というもう一つのサービスで和名への変換も行ってますので、より分かりやすくなっているかと思います。でちなみにこの生物アイコンに対するクレジットをこのデータベースでどこでしているんですかというと、このヘルプを叩いていただくと一番下のところに使用しているサービス一覧ということで、きちんとクレジットとライセンスを表示してくれています。じゃあこのような使い方をするために実際に生物アイコンを皆さんに使って取得して、それを作品に貼ったりそういうことができるようにしてもらいたいと思うんですけども、非常に簡単でたった3つのステップです。で、自分のラボで扱っていたり扱いたいと思っている生物種でぜひ試してみてください。もうすでに見ていただいていると思うんですけど、なんか自分の扱っているものでエントリーがないっていう人とかいますか？あ、いない。ぜひそういうところもアノテーション情報が間違っているんじゃないかとかいうところもチェックしながらやっていただきたいと思います。で、まずアイコン、目的のアイコンを探す。で、探したアイコンを取得する。で、クレジットとライセンスを表示する。それだけです。で、アイコン探すはもう先ほど説明した通りなんですけども、左側の上にあるキーワード検索か、分類群で絞り込むということをして目的のアイコンをクリックするとこのようなアイコンのページが表示されると思います。ここではメダカのページを例に載せてますけども、余裕がありましたら例えば NCBI のタクソノミー ID のリンク先などに行って調べ物をしてみたり、そういうことも可能です。で、実際にアイコン、自分の好みのアイコンを表示できましたら、そこから、取得方法なんですけど2つあります。で、両方とも別々にメリットがありまして、まず1つ目は画像そのものを自分のパソコンにダウンロードするということで、アイコンのそばまでそのカーソルを合わせて右クリックで別名で保存をしていただくと自分のパソコンにアイコンをダウンロードすることができます。で、それをそのまま使っていただいてもいいんですけども、このようにフォトショップで開いてサイズやデザインをカスタマイズしたりすることもできます。はい。で、もう一つの方法としてはURL がアイコンのページに赤く囲ってますけどもあるのをお気づきかと思います。で、これはアイコンを表示させるための URL になってます。ですからこの URL をちょっとコピーしてちょっと一個ブラウザータブで出していただいて貼るとそのアイコンが表示されるかと思います。で、これは例えばホームページで生物アイコン作成するときに使いたいっていうときにこのように例えばイメージタグにURL を使っていただくことによって、その画像だと生物アイコンのサイトでその例えばメダカだったらメダカのアイコンが更新されても自分の手元にダウンロードしてしまったものはずっと古いままなんですけどもアイコンが更新されても URL を使った場合は常に最新版のものをこのように表示させることができるというメリットがあります。ですからその使う目的に応じてどのような方法で取得するかというのを決めていただければと思います。で、最後に自分の
その作品に生物アイコン、取得した生物アイコンを使ったら、行うこととしてクレジットとライセンスを表示してください。でアイコンと写真、今のところ写真は非常に少ないんですけども、両方公開していますので、クレジットがちょっと異なります。生物アイコンはすべて当センターがクレジットに入ります。で CC by CC 表示のもとにライセンスされていますということを加えてください。投稿画像のその写真の方のクレジットには画像の撮影者のお名前と所属を入れてください。その写真がある場合にはその下に撮影者の名前と所属を書いてますので、そのようにお願いします。でこれも CC 表示のライセンスのもとで配布してますので、そのように書いていただければと思います。細かい文言ですとか、それをどこに配置したらいいのかとかいうことは特に指定がありませんので、自由な形で行っていただければと思います。でこのように3つのステップをその様々な用途に応じて使い分けることによって、例えば上の2つはプレゼン資料ですね、モデル生物のこの紹介を作ってみたりですとか、ダウンロードしたアイコンを加工してこの変異体の DA 変異体、メダカのものを作ってみたりとかいうこともできますし、ホームページの場合は URL を使って表現したり、いろいろと使い方を考えて楽しんでいただければと思います。今後の開発の課題なんですけども、今の生物アイコンのページにはないんですけども、生物種ごとの研究情報への入り口となるようなその相互リンクが今後できればというふうに考えています。あともう一つ、これは解析材料である生物種の写真をその収集しています。アイコンを作成するには実際にその科学的に意味があって信頼できる写真というのが非常に価値が高い。特に微生物の生き物ですね、そういうものはイラスト化が難しくて、研究者自身もその写真そのものが非常に価値がある、使えるというふうにご意見いただいてますので、そのような写真を研究者からその寄稿していただければと思ってお願いを募ったりしています。でぜひ今見ていただいて、私写真持っているのにアイコンにまだなっていないわという人いらっしゃいましたら、募集中ですので本日私の方まで声をかけていただければと思います。メールでも受付をしておりますし、自分でログインしてウェブからアップロードっていうことも可能です。実際にそういう方法に興味がある方はこれもまた直接私まで声をかけていただければご説明します。皆さんのお持ちでしたら、生物学的に意味があってかつこのような美しい写真お待ちしております。でもう少し詳しく見てから使ったり投稿とかを考えたいという方は、今週この URL で生物アイコンのヘルプというのがオープンしましたので、ぜひこちらを見ていただければ、今日のお話の詳細も掲載してますので参考にしてください。生物アイコンのページの左下からたどることができます。以上で生物アイコンの紹介を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。